こんにちは、皆さん。スプレアというノエルちゃんと梅ちゃんです。チャンネルようこそ。今日なんかちょっとね、面白いのをやろうと思って、はい、ちょっと方言クイズです。はい、あ、俺が長野県の方言わかるかと、わかるかと。問い1、セーブ言うじゃないの。ズク。第2問、意欲。ほんと？ボケる。果物が柔らかくなる。男性、男たち。爪かく。爪をかく？爪を噛む？かな？どう？簡単？わかんない。使う？これ、使う？セーブと爪かくがわかんない。わかんない。あとは、まだ使ったことがないってこと？ない。オッケー。男性はね、おばあちゃんめっちゃ言う。おばあちゃん、うん、ボケるもよく、ズクもめっちゃ言う。めっちゃ言う。めっちゃ言う。すごいね。あ、ズクがねえなーって。切ったことがないよ。ズクがねえなー、意欲がないなー、めんどくさがるってこと。違ったら恥ずかしいね。よし、判定します。よし、ダラーン。まるまる×4 問正解。おー、じゃあ確認しましたね、ちゃんと長野。うん、え、爪かくって爪を切るってこと？あ、違う、引っかくって意味だ。はい、すごい。じゃあ合格でしたね。はい、セーブ、ズク、ボケる、男、小、爪。私聞いたことがない。あ、どうしたの？ねえ、長野の人じゃないの。沖縄の人じゃないのよね。じゃないよね。ということで、みんなは、うん、なんかこの方言クイズね、分かったのかな、みんなさ。で、方言ね、絶対分かんないって。方言絶対分かんない、うん、メキシコでもあるでしょ。メキシコでもある、うん、たまには全然通じない。通じない、ということで、まあ、この人がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あと、これ分かったよとか、私も合格したとかね、はいはいはい、コメントをね、お願いします。じゃあまた、アディオス。アディオス、アミゴ。